日産 GT-R 2022年モデルが発表されました。手作業で仕立てられた上質なコックピット、インストルメントパネルには高級本革として知られるナッパレザーを1枚使いすることにより、コックピット全体に圧倒的な質感を醸し出している。 GT-R プレミアムエディションにメーカーオプション設定、継ぎ目なく張り込むため、熟練の職人が高度な技術を用いて厳選された1枚革で仕上げている。さらに手縫いのシートステッチをはじめ、随所に精緻なステッチが施され、クオリティを高めている。目的別に区分されたコックピットエリア、ヒューマンマシンインターフェースの思想が貫かれたコックピットには、ドライビングする際の動作に加え、パッセンジャーへのホスピタリティにも配慮して4つのエリアに分割してデザインされている。車を始動させる際の一連の動作を安全かつスムースに行えるよう、コンポーネントを一つにまとめたスタートエリア、運転に集中するためステアリングから手を離すことなく、セットアップスイッチの設定やパドルシフト操作ができるドライバー操作系エリア、ドアミラー、コンビネーター、センターディスプレイの水平配置や照明の明暗により視認性を向上した視認情報エリア、そしてドアハンドルやアームレストなどパッセンジャーのための高級感や包まれ感を演出した助手席ホスピタリティエリアである。シフトフィニッシャーの質感などインテリアの隅々に至るまでクオリティにこだわっている。優れた静粛性を生む遮音・吸音対策、遮音仕様のフロントガラスに加え、室内のエンジン、トランスミッション、タイヤに近い位置にも遮音材・吸音材を配置、優れた静粛性を実現した。スポーティーなカーボン調コンビメーター、噛み合ったギアをモチーフにしたコンビメーター、タコメーターを中央に、右上に大型シフトインジケーターをレイアウト、高い瞬読性でドライバーをサポートする。またアルミ削り出し調の立体的なメーターリング、骨太な車体などにより高い視認性と同時にスポーティな印象を演出した。エキゾーストサウンドコントロール、スイッチ切り替えによりエンジン始動からアイドリング時に排気音量を低減するエキゾーストサウンドコントロールを採用。 GT-R プレミアムエディションを除く、電子制御式の切り替えバルブによりエンジン低回転域での排気音を軽減し、静かな場所でも周囲に配慮して走り出すことができる。走行中にはどうスイッチを押しても排気音量は変わりません。フラットブレード5合成ワイパー、アウトバーンでの雨天超高速走行を想定して開発されたワイパー、浮き上がり防止や車道の確実性を追求した空気抵抗低減タイプである。2人で旅行に十分な収納スペース、トランクルームはゴルフバッグなら2セット、スーツケースでは特 A サイズと C サイズを各1個積み込める。グローブボックスはプライバシーを守るディンプルキーロック機能付き、アームレスト付きセンターコンソールボックスやカップホルダーなど日常生活に十分な収納装備を備えた。大きさや形状によっては積載できない場合があります。グレード別に用意されたシートカラー、本革はパールスエードコンビブラック、前席はシートメインにパールスエードを、シートサイドおよびシートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用、後席は人工皮革シートとなります。前席はシートメインおよびシートサイドの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。
鉱石は人工比較シートとなります。全石および鉱石はシートメインおよびシートサイドの一部にセミアニリン本革を、その他の部位は人工比較を使用しています。なお GTR ピュアエディションは全石のみの設定となります。全石はシートメインにアルカンターラを、その他の部位は本革を使用しています。鉱石は人工比較シートとなります。マルチファンクションスイッチ。マルチファンクションメーター、自分の走りを理解するために GTR と会話する。家路へ向かうちょっとしたワインディングにある S 字コーナー。それほど飛ばしているわけではないが、時折とても気持ちよくコーナーを走り抜けられることがある。その時車はどんな状態にあったのか、その時自分はどんな操作をしていたのか、そして車はどんな挙動を示していたのか、 GTR ならそれを知ることができる。それがマルチファンクションメーターである。大型8インチワイド液晶モニターのセンターディスプレイに車両コンディションやドライビングの履歴を表示するマルチファンクションメーター機能を搭載。機能的なグラフィックのモニターに加え、手元での操作を可能とするマルチファンクションスイッチの採用など、ヒューマンマシンインターフェースを追求している。例えば、スポーツ走行では、ブースト圧、エンジン容量などのメカニカル情報を表示させ、車両状態の確実な把握が可能。また、ブレーキングやステアリング操作情報を選択すれば、減速 G や横 G を表示することができる。これにより自分がコーナーでいかに GTR をコントロールできていたか、あるいは逆にどの程度無駄な挙動があったのかが理解でき、ドライビングテクニックを磨くことができるのだ。さらに多彩な情報の中からその時々の走行状況に応じてドライバーが必要な情報を選択し、カスタマイズして表示させることができる。このディスプレイは分割して情報を表示できるため、重要な情報を大きく表示できる上に、最大6つの情報を同時に表示することも可能である。日産コネクトナビゲーションシステム。GTR 専用チューニングにより、レスポンス性を高めたタッチパネルをはじめ、ボイスコマンドやステアリングスイッチ対応による高度な操作性を実現。最適な数に絞り込まれたスイッチは迷いのないシンプルな操作と美観を両立。大画面8インチの高精細ワイド VGA ディスプレイ、約2000曲1曲4分 128kbps で録音の場合の音楽データが録音可能なミュージックボックス、DVD ビデオ等の再生機能、 iPod の USB 接続などエンターテインメント機能も充実。12セルワンサグ自動切り替え、系列局サーチ機能を装備し、広範囲で地上デジタルテレビ放送の受信が可能だ。日産コネクトサービス。過去の渋滞実績などの統計交通情報、VIX 情報とプローブ交通情報を組み合わせたリアルタイム交通情報をもとに情報の精度を向上している。 Apple CarPlay。 車の中で iPhone を使うための便利なアプリケーション。ドライブ中に iPhone でしたいことを大画面ディスプレイで操作できる。目的地への行き方を調べる、電話をかける、メッセージを送受信する、音楽を聴くなど運転に集中して操作することができる。 CD 一体 AM、FM ラジオ、6スピーカー。 GTR ピュアエディションには低音域から高音域までバランスの取れたサウンドが楽しめる CD 一体 AM、FM ラジオを標準装備した BOSE サウンドシステム。高効率で発熱や電力消費の少ない
BWM アンプ、デジタルアンプを採用。ウーファーはリアセンターアームレストに前向きに配置し、トランクスペースをスピーカーエンクロージャーとして利用する画期的な構造。クリアで迫力ある低音がダイレクトに前方に伝わるウーファーとしている。 GTR ピュアエディションを除く。アクティブノイズコントロール、アクティブサウンドコントロール、エンジン回転数に同期して発生する不快なこもり音を BOSE サウンドシステムのドアスピーカーとウーファーから逆位相の制御音を出して低減するアクティブノイズコントロールを採用。さらにドライバーがエンジンサウンドをより心地よく感じるよう音質をコントロールするアクティブサウンドコントロールも採用している。 GTR ピュアエディションを除く。アルミ、ダイキャストパネルマウント。ドアスピーカーとリアセンターウーファーをそれぞれ強固なアルミダイキャストパネルに設置。ドアのパネルは衝突安全性を高めるために。リアシート背後のパネルはリアサスペンションからの突き上げ荷重を分散させる役割を果たしている。さらにスピーカーマウントとして不要な共振を解消し、低音の再現性を飛躍的に向上させている。次回は、走行安全です。それではまた次回お会いしましょう。